上市の保木ヶ峰森林公園に世界から集められた昆虫が大集合です。色鮮やかな昆虫もいて、昆虫に対する新しいイメージを持つこともできます。子どもたちが好きなカブトムシやクワガタ、会場には世界およそ20カ国400種類の昆虫が展示されています。昆虫を集めたのは影山寛治さん。コレクション歴は30年で、自ら足を運んで採取したものやインターネットなどで取り寄せたものもあります。展示されているのは1600点。最近発見された1センチほどの小さな新種のクワガタや、昆虫の中で最も重い100グラムのハナムグリなど珍しい昆虫も多く展示されています。こんなにたくさんの虫を一度に見るのは私初めてなんですけれども、こちらの虫、色がとっても綺麗ですね。すごく虹色のような感じに並んでて。動物の糞に来る虫を糞虫というんですけれど、その糞虫の中では色彩的にはこの黄線チコがね、これが一番綺麗なんじゃないでしょうかね。はい。どうしてこれ同じ虫なのにこんなに色が違うんですか？これやっぱりそこのこれ住む地域によって色が違うんですけれど、高知で見られるのはちなみに、この赤系統と、はい、それからこのちょっと緑がかったやつまでは高知で見ることができますね。瑠璃色というのはもう奈良の春日公園が有名なんですね。この虫ひときわ大きくて目立ってますね。そうですね、15センチですから、それほどこの種類では大きい虫ではないんですけれど、そうなんですか。18センチぐらいまでは大きくなるようですかね。はい、この虫の幼虫になりますと25センチぐらいあるという。幼虫の時の方が大きいんですか？私幼虫自体は見たことないんですけれど、はい、原住民の貴重なタンパク源になっているようですね。すごいですね。同じように見える昆虫でも体の作りの微妙な違いで別の種類に分けられるなど、観察すればするほど興味深いのが昆虫の世界です。甲虫の場合は色彩と一つ一つに形にこの驚きがあると思うんです。そのあたりに子どもさんに興味を持ってもらいたいなというのが私の願いなんですけどね。世界の昆虫展は今月31日まで上市土佐山田町の県立保木ヶ峰森林公園内森林学習展示館で開かれています。夏休みもあと1週間と少しですから、自由研究の手助けになりそうですね。はい、一度にあれだけの数の昆虫が見られるのはなかなかないですからね。そうですよね。本当に体の作り、色、生息場所と興味が尽きないですね。この後は天気の情報です。